はい、どうもこんにちは、カツ丼です。質問コーナーのね、回答編をねやっていこうと思います。たくさんのね質問、100を超える質問をねしていただいてね、ツイッターのリプでも来ましたけれども、いっぱいね質問してくれてありがとうございます。じゃあね、早速答えていこうと思います。質問です。なぜ最近料理動画が多いのですか、レッサーさん。まあ料理動画ね、すごく高評価がいっぱいつくし、今リクエストも結構多いし、料理動画がねすごく気に入ってくれてる視聴者さんも結構いらっしゃるんですよ。だからもう僕も料理好きだし、まあ、レシピ増やしていきたい、レパートリー増やしていきたいっていう意味もあったから、YouTuber を通してね、料理得意になっていこうじゃないか、みたいな感じでね、はい、料理動画作ってます。ちょっとね、作るの大変なんですけどね、料理動画はね、語り動画よりもね。質問です。武術動画はもうあげないのですか？えいやーが好きなのですか？野田夏希さん。まあ、武術に関しては結構すごく興味があって、棒手裏剣とかさ、武術はね本当にやりたいなと、まあちょっとまだやってないんだけど、まあちょっと気候、やっぱこうあ、まあやめるべきかな。うん、でも普通にね、棒の素振り動画とかちょっとちゃんとアップするかもしれません。下の名前と生年月日を教えてください。親と兄弟の名前も教えてください。アームストロングさん。まあ、家族のね個人情報はもちろん言えませんけど、僕のフルネームと生年月日は僕がこう本を出す時に公表するかもしれません。カズヤチャンネルのねカズヤさんも本にね氏名書いてありました、フルネームでね。僕もちょっとそういう風にね、本を出す時になったら自分の氏名公開するかもしれません。おじいちゃんもハゲてましたか？その頭は遺伝ですか？ドゥサコフスウィラさん。おじいちゃんも確かハゲて、父方のね、おじいちゃんもハゲてたような気がしますね。だからもしかして遺伝かもしれませんね、ハゲね。結構やっぱね、髪が伸びるとね、ハゲが分かってくるね。ハゲが分かんだよね。だからもう本当にこう、剃って、目立たないようにしていくしかない。まあ別に、あんま気にしてないけどね。ハゲてても、ダンディーで若い女の子に、こう、なんかこう、モテるような男なんか、おじさんになりたい。オナニーするときは何をおかずにしますか？シコップラーさん。具体的に話すと女性視聴者さんがまたドン引きして離れていくから、あんまこう言えないけど、まあNTR は結構なんか、結構興奮するかも。寝取られ。なんか俺結構やっぱド M だから、そういう漫画とか見たりする。あとやっぱりあれですね、こう、なんか、母性あふれる、なんか聖母マリア様みたいな、そういうなんかこう、なんか、その母性の象徴というか、そういう女性にね、やっぱこう受け入れられたいっていう妄想はすごくしますね。質問です。好きなアニメ、漫画、ドラマ、映画、小説は何ですか？ゆうきさん。まあ僕は特に漫画が好きなんですけれども、まあ進撃の巨人が大好きで、一番好きなのは進撃の巨人ですね。あとハンター×ハンター、グラップラー、バキ、アイアムヒーロー、四つ葉とバガボンド、シガテラ、ヒメアノール。映画に関しては、ロビン・ウィリアムスさんの映画が結構好きですね。ストーカーとかも面白いんですよ。あとは、今を生きるとか、アニメではカンナギとか見ましたね、カンナギ。カンナギのエンディングテーマ曲も、神道をね、根ざしてるような感じで、すごくなんか癒される。カンナギのエンディングテーマ、愛しい我が子よっていうね、あれはすごく良かった。ドラマで一番好きなのは三谷幸喜監督の王様のレストランですね。これはすごい面白い。まあコメディ的なね、レストランのね、従業員たちの人間ドラマ、成長を描いた三谷幸喜監督の僕は最高傑作じゃないかなと思ってるんですけど、王様のレストランね、ぜひ見てほしいです。DVD レンタルはしてないですね。ちょっとマイナーな作品なの。DVD 化はされてなくて。まあでも、DVD でその販売、3万円ぐらいかな。DVD の版のやつを買うことはできます。高いですけどね。まあすごく見たい人はね、 DVD 買って見てください。僕はこれ何回も見てね、なんかすごく、見るたびに味が増していく素晴らしいドラマだなって思いますね。ぜひ見てほしい、王様のレストラン。ニートの間の国民年金はどうなってるの？ママココさん。まあこれちょっと実は答えたくなかったんですよ。というのも、まあ父に払ってもらってます。国民年金は結構ずっと大学生の時からずっと、はい、今もニートの間もずっと父に払ってもらってます。まあちょっとこれもすごい、やっぱこうなんていうか、やっぱボンボンで
恵まれてるボンボンってすごいやっぱこう余計反感買うことだろうなって思ってちょっと怖くて、今までこう言えなかったんですけど、うん、だけどまああのもうあの働き始めてちゃんとねやっぱね自分でね払っていけるようにならなきゃなっていうふうに思います。ニコニコへの無断転載はどう思ってますか。5井の頭さん。まあ毎日ね、あのニコニコにあのまあ僕の動画が転載されてて、まあ僕は全然全然その許容してるというか認めています。僕のことで結構ニコニコでねいろんな人が盛り上がってくれるってこと自体が嬉しくて、まあその再生回数がそっちに奪われてるっていう点もあるのかもしれないけど、まあ別に今の時点で僕のあの広告収入なんてたかが知れてるから別にまあ、まあ、むしろねあのやっぱりニコニコでこう、実際のところやっぱカツ丼チャンネルがここまでね成長してこれたのはやっぱりニコニコの無断転載のおかげっていうのもあると思うから、まあ怖い部分もねあったしすごく傷ついた部分もあったんだけど、まあニコニコの無断転載と二人三脚でやっていく感じかなって、これからもずっと、まあゆくゆくはね制限とかかけるかもしれないけどね、あの24時間後にアップしてくださいとかね、好きなアーティスト歌手はいますか。西麻布亜紀さん、ブルーハーツ、まあ河本ひろとさんは結構好きですね。まあブルーハーツとかハイローズとか、あと尾崎豊も好きだし、銀河鉄道999のねあの人もすごい好きだし、女性で言えば松任谷由実さんとか木村カエラとか、Perfumeのね未来のミュージアムっていうのがすごくなんかね優しい歌声で好きなんですよね。どこの大学を卒業すればそんなおつむになるんですか。まあ大学が関係ないと思いますよ。こういうあのおつむ東大出たからといってねちょっと危ない人はいるし、レベルの低い大学出てもすごくなんか魅力的な人いるし、だから大学関係ないと思います。育ってきた家庭環境がやっぱりより大きいんじゃないかなと思いますけどね。アニュハセヨカツ丼さんはやや人生につまずいてらっしゃるように見えますが、若い人たちが自分のようにつまずかないようにするためにはどうすればいいか。いや人生につまずいていいんじゃないですかね。あれつまずくっていうものか、つまずくだ。いや俺はなんか人生につまずいていいと思うんですよ。でむしろつまずかないで何の失敗もなくね順調にいってる人の方がやっぱ後になってこうなんか大挫折を経験した時にやっぱこうあの結構あの崩れやすいんじゃないかなって。まあちょっと無責任かもしれないけど俺は全然つまずいていいと思うんですよね。つまずいて挫折してそこからねこうやっぱこう這い上がってね成長していくことこそにやっぱ俺は意味があると思うから、だからその若い人たちに言葉を伝えるとすれば、失敗を恐れないで恥かくことを恐れないで、自分は特別だっていうね、特別意識を手放していって、プライドなんて手放して、まあいろんな人にね、こう、怒られながら成長して いけばいいんじゃないかなって思います。いろんなことに挑戦してね。同じく、ムーア娘さん、幸せって何だと思いますか？そうですね、やっぱりこう自分、本当の自分を生きてることだと思います。本当の自分を生きることが幸せだと思いますね。以前の僕は、数年前の僕はですね、大切な人と愛し合うことが幸せだったんですけど、ちょっと今変わってきて、自分の本当の道を生きれてる人生ってのはやっぱ幸せだなって思うんですよ。だから僕は YouTuber やっててすごく幸せでね、自分の道を生きれてるっていうのが幸せです。陰無民の方についてどう思ってますか、中野さん。陰夢ってあのこれあの真夏の夜の陰夢っていうあのゲイの人向けの AV のあれですから、俺もちょっと見たことあるんですけど、ちょっとなんか面白かったんですけど、まあ別にバカにしてるつもりはないけど本当に面白かった。あの AV をそのまあなんか好きでファンの人のことを陰夢民って言うんですかね。陰夢民とは他のジャンルに迷惑をかけず他のジャンルを リスペクトし動画投稿者や視聴者を、敬い、みんなで仲良く楽しくホモビを見ることを目標としたいわば温厚な陰夢ファンのことである。この陰夢民の人たちってどういう人たちなんですかね。危険な人たちなんですか、なんかよくわかんないんですけど、僕はあんま詳しくないんで、誰が来ようと関係なく僕はまあその、まあそれに耐えてね強くなってあの行くしかないなというふうに思ってて、まあこういうその陰夢民とかそういうネット用語ちょっと詳しくないんで、あのまあいろいろちょっとよかったらあの教えてください、コメントとかで。舛添さん、うんちしてふわー、
そんな感じですかね。まぁ、ちょっとただね、質問に淡々と答える感じになりましたけど、こんな感じでいいのかな。ちょっとすべてのね、質問にはちょっといっぱい質問来てもらったから、とてもね、一つの動画では返信しきれないので、基本的にすべての質問に答えていきたいと思ってるので、投稿を書き込んでくれた順にね、今答えていきましたけれども、回答動画ね、その2、その3とかね、作ってね、アップしていこうと思います。飽きないかな予想以上にね、いろんな質問、たくさんね、100を超える質問がね、来てくれてね、本当に嬉しく思います。ありがとうございます。こういうね、視聴者さんとのね、なんていうかこう、交流できるようなこう動画っていうのも、ね、やっぱりこう僕としても楽しいし、視聴者さんもね、なんかこう楽しんでいただけるんじゃないかなと思いますので、定期的にね、質問コーナーもやっていきたいなと思ってます。ということで、明日もね、その2の回答動画ね、アップしようと思いますので、あんまね、待たされるのは嫌だと思いますから、もうね、連日投稿していこうと思います。ということで、はい、第1回目の回答動画、ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、グッドボタンをお願いします。あなたのインナーチャイルド、今日も元気？カツボンでした。